ビククリンは、二人度、イソキノリン化合物であり、ガバー受容体の光感受性競合阻害薬である。1932年に、植物のアルカロイド抽出物から同定された。ダイセントラ級からアーア、アドルミアフンゴサ、数種のカリダリスから、単離されている。ビククリンは、ガバ受容体の抑制作用を阻害することから、転換に類似した作用を示し、痙攣を起こすこともある。 この特性は世界中の研究室で転換のインビトロ研究に利用されている。一般的には、血脂類の脳切片の神経細胞が使用される。また、グルタミン酸受容体の機能を分離するためにも日常的に使用されている。ビククリンは、主にリガンド依存性のイオンチャネル型ガバー受容体に作用し、細胞膜を介して塩化物イオンを通過させ、標的となる。 神経細胞に抑制的な影響を与える。ガバー受容体はベンゾジアゼピン系抗不安薬の主要な標的となる受容体である。ビッグク,クリンのガバー受容体に対する半数阻害濃度は 3μm である。ビッグク,クリンは強力なガバー受容体阻害薬であるだけでなく CA2 で活性化されたカリウムチャンネルを遮断する目的でも使用される。ビッグク,クリンに対する 感受性は、アイハールでは、ガバー受容体の定義における主要な基準として定義、されている。ありがとうございます。